メーカー1位はメルセデスベンツ2023年7月20日高級賃貸仲介サービスモダンスタンダードが東京都心の高級マンションに住む人が乗っている車のメーカー車種ランキングを発表しました外国メーカーや高級車が多くランクインしていますモダンスタンダードは物件を紹介する際 マンションの駐車場の空き状況も案内していますが、車のボディが大きいと使える駐車場も、限られてくるため車種情報も確認しているといいます。調査は2022年の1年間に寄せられた問い合わせのうち、自動車を保有している任のメーカーと車種をモダンスタンダードが集計しました。 全体のサンプル数は公表されていません。メーカー、一部ブランド含むのランキングは、メルセデスベンツが主位でした。2位のトヨタ、レクサス含むとおよそ1.3倍の差をつけたといいます。ランキングは以下、3位ポルシェ、4位 BMW、5位アウディ、6位ランドローバー、7位テスラ、8位ボルボ、9位ミニ、 10位ジープでした。トヨタが奮闘したものの、ドイツのメーカーが上位を独占。また、10位までを見ても国産メーカーはトヨタのみという結果でした。そのトヨタのうち、レクサスは3割を占めています。また、EV、電気自動車の普及で、存在感を示しつつあるテスラが7位に入っているのも注目です。 車種別のランキングでは、メルセデス、G クラスが上位10位、11車種の2割も占めて首位に、2位も同じくメルセデス、C クラスが入りました。3位は2023年6月に新型が発表されたトヨタ、アルファードです。以下、4位メルセデス、E クラス。5位ポルシェ、マカント、ランドローバー、レンジローバー。 7位メルセデス、GLC、8位ポルシェ、パナメーラ、9位メルセデス、S クラスとトヨタ、ランドクルーザーとレクサス、RX です。モダンスタンダードによると、車種トップ10にランクインした11種のボディサイズの平均は、全長4911.5ミ、mm、リメートル×全幅1894.8ミ、mm、リメートル、 かける全高 1671.8mm であり、大型ボディの車が都心高級マンションに住む人に支持される傾向があるようだと推測。また、G クラスやアルファード、ランドクルーザーなどのリセールバリューの高い車種が上位にランクインしていることについては、お客様は経営者の方が多く、 法人として自動車を購入し減価償却の対応年数を超えると新しい自動車に買い換えることが多く節税対策としてリセールバリューの高い自動車が人気の傾向にあるようですと分析しています。